新ルール導入で野球が変わる。三塁走者の走塁にも注目。今年から本塁のクロスプレーで激しい衝突を防ぐためコリジョンルールが採用される。捕手の故障のリスクを考えて取り入れられているこの規則。多くの指揮者が野球が変わるという見方を示している。これまで捕手は本塁にスライディングしてくる選手を体でブロックしタッチしてアウトにすることができたが、それができなくなる。よってこれまで微妙なタイミングとされていた場面では捕手は本塁を開けなくてはならないため、セーフになる確率は高くなるだろう。守る側にとっては捕手がタッチをしやすくするためにより正確な送球技術、中継プレーが重要となってくる。一方で攻める側は多少有利になる。微妙と思われても突っ込んでいけばセーフになる確率が上がる。また戦術的にギャンブルスタートも増えていきそうだ。